気が連射。さあ、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら。スモークとローネのターボ。ヤンボーマーボ。ヤンボーマーボか。ターボの天気予報。はい。なんか、見るからにトロッコですね。トロッコでなんかやっていく感じですけども。まずはあらすじから読んでいくか。もうね、どんどん勢いやっていかないと。終わんないから、年内に。年内にクター残り全部終わんないから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、なんだかんだでやっぱりラブラブな脅威の無表情キャラ、スモークとローネ。今日は深い穴でトロッコデートだ。ここは一つ、ターボをかけてかっこいいところをローネに見せてあげよう。トロッコとターボのつながりの意味がわからないけども。ターボの積んでるトロッコって何なんだろうっていうね。そういう野暮なツッコミは必要ねえんだ。で、ちょっとね、ゲームの遊び方を見せておきましょう。なんかね、なんか、キーボードで打つっぽくない？スモークとローネの上に文字が出たら、その通りにキーを打とうって書いてるんで。キーボードで、ブラインドタッチのスピードを、タイピングスピードを競うみたいな感じだとしたら、歴戦のナンジェラーだった頃は、ライブにジャン使ってバリバリ書き込んでたけど、最近そんなにキーボードを使って書き込むようなことも多くないよっていうアザラシさんが、これに、このゲームに打ち勝てるかどうかは、はなはだ疑問。間違うとその時点でゲームオーバーになるので、確実に入力していこう。うるせえ。うるせえ！また役の立たない。役にも、への突っ張りにもならねえ。クソの役にも立たねえ。ヒントがまだ。で、今回のランキングはこちらになっております。あんまりやってないのかな。ゼロターボで終わってる人たちも多いね。そして1位はこれ。よく見る名前になっている。最近よく見る名前。これ多分、高近って読むんですよ。きっとね。調べたら、第13代か14代かの長州藩藩主、毛利高近から来てるのではないかなと推察しております。知らんがな。やっていこう。で。D をしたよ、俺。OK!OK!OK!S 押し、あ、A 押してるわ。あ、ちょっと。画面が怪しかった。行くぞよ。よし、行こう。ブラインドタッチ。行こう。ブラインドタッチじゃダメかもしれん。ブラインドタッチじゃダメかもしれん。オッケー。ローネか。スモーク。TURB。B が M と間違えて押してる。ふぅ。これ、ひらがなだったらもう少し。いや、そんなことはないか。TURBO。OK。ブロスト。ボストになった。やば。これはタイピングが、早い人が強い。TURBO。OK。スモーケ。OK。TURBO ローネスモーケ OKTURBO、okay、U2回押したダメだこれ30秒以内にOKブロッソ、URBO。あ、間違えた。T と R を間違えて押した。やだー。このゲームで全然スコアが伸びないの、出せ。BO、BO、BO、BRO、SSO。そんなに多くないんだよ、打つコマンドは。打つ、出てくる文字はそんなに多くない。B の位置が怪しいんだよな。ローネ。お気に入ってるね。やらしい。スモークはすぐ打てるんだかな。結果、12ターボ。
しょっぼしょっぼ俺を存分に罵ってくれ。しょっぼ12ターボとかしょぼすぎない？上すげえな。はぁ。12はしょべえな。もうちょっとやってみますか。時間の許す限り、もうちょっとやってみましょう。あ。しっかりせえ。ネット民が。ネット民がこの集体を晒して。スモーク、ターボ、ターボ、ターボってくるから、ターボだと思ってスモークでも、くそローネが打てんな、あんまり使わない。ブロッソ、まあこんなもんだ、こんなもんだ。17 こんなもんか、俺はこんなもんか。悔しいな。もっと上手い人は上手いよねこれきっとね。あー、もっと練習すれば。いやでも練習してもね、せいぜい20ぐらいだと思うな。せいぜい。反射がちょっときついな。出た瞬間にそれって打ち込むのはなかなか難しいですね。間違いもあるし。上の連中マジすげえわ。マジこの人たちキーボードの早打ちすごい人たちと思います。はい。悔しいけど、16位だね。はぁ、あ。ということで、ちょっとがっくりな感じのローネとターボの、ターボとローネじゃねえんだ、スモークとローネのターボでした。ほなまた。